準備はいい？コップが空の人はいませんか？いたら手を挙げてください。いませんね。リズさん、OK です。それでは皆さん、ご唱和ください。せーの。SAOクリア、おめでとう。今俺たちがいるのはエギルの店。アークソフィアの、じゃない。東京都台東区、御徒町にある喫茶店ダイシーカフェだ。そう。SAO をクリアしてからもう2ヶ月が経っていた。全国の SAO プレイヤーが一斉に覚醒したことについての大混乱は、ま、語るまでもないだろう。目覚めた俺たちを待っていたのは、検査とリハビリの日々だった。そんなわけで、みんなが一堂に会するのは、SAO をクリアしてから今日が初めて。アインクラッド攻略記念パーティー。大層な名前だけど、要するに、SAO プレイヤーたちの打ち上げだ。お疲れのご様子だな。まだリハビリの疲れが抜けきらないんだよ。2ヶ月前まで寝たきりだったのに、あんなに元気なあいつらがおかしいんだ。ここ2ヶ月はみんな検査ばかりでゆっくり話せなかったからな。久しぶりに羽目を外したいんだろう。それにしても相変わらず不景気な店だな。うるせえ、夜は繁盛してんだ。うちの嫁さんはしっかり者でな、俺がいない間もこの店を立派に守り通してくれたのさ。おかげで俺はまたこうしてカウンターに立てるってわけだ。ま、アインクラッドと違ってリアルの客商売にはいろいろとしがらみもあるが、それでも店を経営するってのは楽しいもんだ。それに引き換え、こっちの社会人は。ちくしょう、明日も残業だよ。ああ、もう飲まなきゃやってられん。2年以上も寝たきりだったってのにこんなに働かせるなんて鬼かっての。もう、まあこういうやつもいる。人生は人それぞれってことだ。キリト、そんなむさ苦しい集団の相手なんかしてないで、あんたもこっち来なさいよ。そうです、せっかくリアルでキリトさんと会えたんですから、今夜は話しませんよ。おい引っ張るなよ。キリト先生はそっち側ですよね。ったく、エギルには美人の嫁さん、キリトは青春、俺は残業。こんなの不公平だぜ。行ってこい、キリト。みんなアインクラッドの英雄を魚にしたくて、うずうずしてるんだ。やれやれ。それじゃ、覚悟を決めていじられてくるよ。エギル、おかわりだ。もっと強いのくれ。見てください、キリトさん、これが現実世界のピナの写真です。へえ、確かにこうして見るとあっちのピナの面影があるというか、表情というか顔つきが似てるのかもしれないな。そうですよね。私もそう思っていたんです。あの、キリトさん。SAO はクリアしちゃいましたけど、これからも一緒にいてくれますよね。
もちろんさ。アインクラッドとリアル、住む世界が変わってもそれだけは変わらない。これからもよろしくな、シリカ。まあリアルに帰れたのは嬉しいけど、やっぱりアインクラッドの自分のお店が恋しくなるわ。あんたに作ったダークリパルサーももうなくなっちゃったのよね。どんなゲームだって終わりはある。そしたらまた新しいゲームを始めればいいさ。あんたは生粋のゲーマーよね。あんな事件に巻き込まれたのに、ほんと変わらないっていうか。リズはもう VRMMO は嫌になったか？どうかな。でもそうね、新天地にリズベットボグ店3号店を出店するのも悪くないかな。その時にはキリトには売り子をやってもらおうかしら。そうすればアスナとかシリカとかリーファとか女の子のお客さんが殺到しそうだし、大繁盛しちゃうかもね。それは勘弁してくれ。こういう雰囲気は久しぶりね。ログアウトしてからずっと検査ばっかりで、ようやく日常に戻ったって感じかしら。シノンだよな。私とリーファだけアバターと顔が違うからね。やっぱり違和感があるかしら。いや、こうして話してみるとやっぱりシノンだなって思うよ。何しろ結構付き合い長かったからな。そうね。私あんたには本当に感謝してる。キリトがいなければ私はあの世界でのたれ死んでた。だからまあそのありがとう。礼を言われるようなことじゃないさ。うん、でも言っておきたかったの。これからは貸し借りなしで再スタートね。あんたとは対等な友達でいたいから。俺はもともとそのつもりだよ。これからもよろしくな、シノン。キリト君、ようやくゆっくり会えたね。この日はずっと楽しみにしてたんだよ。ああ、検査続きでろくに話す時間もなかったからな。またみんなでこうして集まれるなんてね。それもエギルの店でな。まるで今夜だけアインクラッドに戻ってきたみたいだ。こうしているとまた明日から攻略に出かけるような、そんな気がしてくる。私もそうだよ。ユイちゃんも一緒に来れればよかったのにね。は、そうだな。今でもたまに夢に見るの。湖畔の家で三人一緒に暮らしたあの時のこと。今が嫌ってわけじゃないけど、もう二度とあそこには戻れないんだと思うとちょっと寂しいかな。確かに SAO にまた戻るのは無理かもしれないけど、三人一緒に暮らすって夢はこれから叶えられるさ。ユイのデータはあるし、俺たち二人はこうして今も一緒にいる。俺たちが本当に幸せになるのはこれからだよ。キリト君、なんだかそれプロポーズみたいだよ。
そうかな。でもまあ、俺たちは一度夫婦になったんだ。これくらいカッコつけたっていいだろう。それに、俺は今でも、その、夫婦のつもりだよ。私だって。ごめん。俺、ちょっと変なこと言ったかな。ううん、そんなことないよ。私たち、普通の男の子と女の子に戻っちゃったけど。また、ここから始めようね。改めてよろしく、キリト君。その後も宴は延々と続いた。俺たちは、過去の思い出、未来の夢、そんなあれこれを語り明かした。その顔は、どれも底抜けの笑顔。死んでいったプレイヤーたちを忘れたわけじゃない。それでもみんなが笑顔なのは、SAO で、かけがえのないものを手に入れたからだと、俺は思う。冒険の中で得られた絆。アインクラッドで出会った仲間たち。SAO、ソードアートオンラインの世界を知らない人には、きっとわからないだろう。茅場明彦が、なぜソードアートオンラインという世界を作ったのかは、未だわからない。それでも、不思議と茅場への憎しみは湧かなかった。俺は多分。キリト、そのね、ありがとう。ん？どうしたんだ、やべから棒に。楽しいなって思ってさ。こうしてみんなで集まって騒いで、こんな幸せ私には二度と訪れないんだって思ってた。これも全部キリトのおかげだなって思ってさ。だからお礼。そんなことはないさ。俺がしたのは本当に小さな手助けだけだよ。俺はそんな立派な人間じゃない。もし俺がフィリアを助けられたのだとしたら、それは運が良かっただけだ。そんなことないよ。ねえ、キリトは、黒の剣士は、その二本の剣で、たくさんの人を救ったんだよ。アインクラッドの人はみんなそう。キリトが SAO をクリアしてくれたおかげで今もこうして生きてるの。みんなリアルの世界に戻ってアインクラッドのことを少しずつ忘れていってしまうかもしれない。でも私は忘れない。キリトも忘れないでね。黒の剣士としてたくさんの人を救った。キリトは本当にヒーローだったの。私のヒーローなの。それをずっと誇りに思ってて。キリトに助けられた女の子がいるってずっと覚えててね。わかった。忘れないでいるよ。でもなんだか、別れのセリフみたいだな。え？別に俺たちは、これっきりってわけじゃないだろ。こっちの世界でも会えるんだし、もしフィリアが、VRMMO が嫌になっていないなら、一緒に、
他のゲームを遊ぶことだってできる。そっか、そうだよね。 SAO から出られたっていう事実が大きくて、なんだか全部終わった気になっていたみたい。多分そろそろ誰かが言い出すんじゃないか。ねえみんな、もし嫌じゃなかったらこれからアルブヘイムオンライン始めない？スグハちゃんがもともとやっていたゲームだっけ？ええ、そうなんです。妖精になるゲームですか。なんだかロマンチックで素敵かも。空を飛ぶのって夢があっていいよね。どんな感覚なのかな。そうね、気持ちよさそうだけど歩くのとは違うからイメージしづらいかも。なんか飛ぶの難しそう。飛び方だったら私がみんなに教えてあげる。 ALO の世界だったらお兄ちゃんにだって負けないんだから。ほら、みんなもそのつもりみたいだ。もう次のゲームの話をしてる。またみんなで攻略会議して、レアアイテムに一喜一憂してボス戦で泣いたり笑ったりする。そしてみんなで同じ目標に向かって攻略していく。悪くない提案だと思うんだけど、どうかな。うん、キリトが行くところにならどこだってついていくよ。今度は最初からキリトと一緒がいいな。もう離れ離れにはならないさ。だってもう俺たちは仲間になったんだから。キリトくん、ほらこっちこっち。第1回 ALO 攻略会議始めちゃうよ。今からやるのか、気が早いな。行こうフィリア、みんな俺たちを待ってる。俺はもう一度旅に出る。世界樹のそびえ立つ ALO の世界へと。さあ冒険に行こう。